作りたいものを作るっていうのが、まあ、コンセプトというか。新しいものを作るのは確かにめちゃくちゃ大変かな。結局財布とかそういうものっていうのはもう何十年も前から形が決まっとるもんだし、その用途っていうものが確立されとる中で、いかにこう新しいものを作るか、構造的なものは多分もう出尽くされとるっていうのがあるから、それにプラスアルファデザインをどう付け加えるか。120%で毎回作って出すっていう。